はい。何ですか？ちょっと計算入ってくださいね。計算入ってない。うん。ありがとうございます。メガネ出してなかった。うん。え？何？メガネ出してなかった。メガネ出してよ。うん。何？大変なことが起きて、大変なこと？漫画チャンネルですね、漫画ちゃん？大変なこと？なんだ、映画のあてクイズですよ。うん、まあ好評ドラマ主題歌映画のあてクイズ。600いいねいったら、うん、オレンジレンジまとめやるっていうか、オレンジまで600いっちゃったらしいです。やばいや。やばいや。やばいや。で漫画ちゃんでやるか？せっかくや、一回やってみる。マジでそしたらエンタメ振り切れるチャンスであるよね。確かにチャンスではあるけど、漫画ではないけど、もうエンタメに完全に振り切るには何でもいいんだ。まあでも実際ドラマやってるからね、まあ、そうだよね。まあ別にドラマやってるから、ドラマもそんな悪くないもんね、別に。まあ、うんうん、まあ今全体的に YouTube も行くってことでしょ。歌とかも行くってことでしょ。まあレンジレンジがでも一番マジエンタメじゃん。オレンジレンジ以上に筋持ってるグループはいないけどさ。なんかオレンジレンジにも失礼になるけど、いるよ。でも30代って考えたら一番やっぱ。いやまあまあ思い出というか、青春時代の流行ってたグループだよね。まとめ。語ればいいのか、どの曲が好きとか。うんうん、いやもうまとめ、まとめでいく？どういうまとめ方だろうね、うん、声低い人は何々みたいな。あーいいじゃん、ガッツリ目の前に広がる人は何々。山様、山中の力抜いてそれそれ、普通の人好きだけどな、俺。あの普通の人、普通の人ね。お名前あれだけど、毎日の人が、毎日ちょっと特徴的な人、時に目を探すの高いの見よう、なんかそうの今日やったクイズやんなよ。やんなよ。いやいや、いやでもまず一回やってみたいに来てるぞ。コメントが、コメントで言いたいのあったんだ。一個オーダー入ってたの。何？ビーズさんの主題歌の曲がなかったっていうコメントがありました。いやいやビーズやってんのかな、そんなに。ドラマビーズ主題歌あるよ、多分ドラマ。うん、まあ結構やってるか、あれとかやってるか。まずミザルでしょ。ミザルはなんだっけ、そのルール。オーシャン。オーシャンか。オーシャンまでね。あとヤマピーさんの、ヤマピーさんのバスケのやつ、ザービート、あー一部と全部だっけ、あれ一部と全部でしょ。あとまあやってるだろうね。あ、それこそあれだよ、月9のさ、うん、キムタクさんのやつ何個かあるでしょ。どれかあると思うんだよ確か、うん、とかあった気がする。何やってるそれは。え、有名なやつ、うんがなかった。なかった。いや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 。今日は AML クイズ取るんでしょ。ないこともあるでしょ。AML クイズ取るのに。何回やるの、まあ、いいけどさ。あれ、AML クイズともう一個違うパターンなかったよ。まあでも、あれはさ、あの主題歌とタイトル当てるみたいなやつとかは、たかしさん無理なんじゃ、だからそのドラマタイトル当てるみたいな。あれ、ね、前やったのなんだっけ、あれはアニメのタイトルだったんだっけ。え、でも曲名だったよね。あれ曲名やってるみたいなあったっけ。なんか、なんかナルト、あ、逆か。あ、あったね。逆か。うん、どうだったっけ、忘れちゃったけど。でも歌えるやつだったそれ。あ、でもそれはタイトルやらなきゃいけないから無理なんじゃない。ああ。あれ歌うやつじゃないと思う。あれ歌うやつじゃないのか。でもあれも楽しかったよね。うん。あ、これは何のザードさんが来てみたいなね。あ、そうか、アーティスト名が来て、うん、そうだ。タイトル、漫画タイトルみたいなやつだ。ああ、はいはいはい、やったね。だって分かんないの、ドラマ見たことないけど。分かんないね、見たことないね。AML クイズ以外ない。見たことないってやばいよね。映画で日本語はあんの？いや、ものによる。だそれこそヒーローのは見たし。ヒーローの映画見てんの？ヒーローの英語見た。じゃあ、ドラマが嫌いなわけじゃないじゃん。いや、違う、それは、なんか当時、うん、そう、誘われて。うん、そうそう。それ、そう思い出したよ。なんか大学生ぐらいの時にデート誘われて行ったわ。何にもなかったけど。ヒーロー？何にもなかった。何にもなかったの。最悪ですね、何にもない。何にもなかった。言ってね。最悪ですね、じゃない。ヒーロー、見たくもないの見てね。見たくもないの見てねえじゃない。誘われたから言ったけど。いいじゃん。あれ、英名クイズ以外の違うクイズじゃないの？もうできんじゃん、別に。普通にサビ。英名で言ってサビ当てるでもいいんだから。普通か、もう。まあ、サビの方が出やすいからでしょ、多分。まあ、そうだね。楽だよってことか。面白みはないのか。一番の構図が重いでしょ。撮ってるからね、楽器使の。11月にさ、やったやつから撮ってるからね。うん、あ、そうか。でさ、うちの企画みたいになってる結局。まあ、まあ、佐藤さん経由でね。いやいや、あれ、要は佐藤さんの企画だそう、一緒に考えてた。あ、なんか。サビアテクイズは確かに普通か。それすぐ出ちゃうしね、出したら。出ちゃうんじゃない？どっか。2番とかむずいもんな。一緒だもんね、だって A、B。まあ、言われるのは B じゃん。なんか考えてじゃあ今。曲の？なんもないよ。
B メロクイズいくじゃんってことになっちゃう、ね、でも B の方が多分出るじゃない下手したら出るじゃいつの間にかってこと道知るのああそういうことだよねおそらくそうだよねおい生まれた生まれた生まれたって歌ったら、うん、いつの間にかあかんむずくねむずいか B って C はないのそれこそサビが本当は C って言ったりするああそういうことじゃあコーラスの C サビの前もあれが B ってあったら B かな基本的には他なんかあるかなワンピースだと We are、うん、はいどこ確かに We are が出てこないあれ時計の個人的な話はだよねそういうことだよねあむずいかでもまあまあやってもいいけど、ね、B のクイズやってもいいけどもうあ擦ってんな感もあるよ同じ企画やってるよりは擦ってないよねずっとエールクイズやるよりは擦ってないからだって第1弾だからねあれ第何弾だよ第1弾まあまあそうね大サビクイズ大サビクイズ大サビクイズって何あそれいいじゃん、うんまあ、アウトロクイズとかでしょ今日やる今日やんのかよ今日やろうやりたすぎでしょあまあ近々やるか、うんね、問題ならでもオレンジレンジでしょまとめやんなきゃそなんでそんなのことになったんだっけいや盛り上がったんだよやっぱあまあ暑いなってなったのかオレンジレンジ、ね、ここであんま話さんもいいよねオレンジレンジ話だ、ね、そうだね言っちゃったらねいや盛り上がるとは思うな2本ぐらいは全然いけるそうだもんいや分かるわ実際ね確かにであと最近とかどうなってるか全く分かんない最近結構出始めてまたあそうなんだどうなったんだろうねあれ何があったんだろうね一回出なくなったのは調べりゃ出んのかないやまあ要はあれ個人事務所に完全いや確かそうだよねあれインディーズじゃなかったっけ確かメジャーじゃなかったんだよねなんかいろいろそのね事務所のなんかあったと思うんだけど、うん、詳しくないかあんま言えないけど気にはなるな確かに最近出てるフェスとかもあ、そうなんだテレビも出始めたしあ、それは気になるないい曲多いもんないや、ほんとに曲がやっぱ神がかってたよねすごいよな、うん、キャラも神がかってるしね確かに役割分担あるしね、そういうのとバンドだもんね、一応そうそうそうで、やっぱ歌いやすいしね、カラオケとかでむっちゃむずいとかじゃないじゃん万人受けするというかビズマットもできる、そしたらおねぎり、水いや、めっちゃ大変だそうだけど曲数エグいけどね、水さんとか確かに曲数エグいことないな曲までいけたらすごいチャンネルになってくるねそれこそ絞んなきゃいけないのにね、本来はいや、本当だよね、こんな自由にやってるチャンネルひどい言っちゃダメなんだな、こういうのって普通こうすんだから、今の時代確かに、こんなにやっちゃっていいの、うん、あんまないよねこんなチャンネルないよそうね、あとやっぱそうかA メロあってねまあ前やったのはあんま歌詞当てとかもやってね歌詞当てはね2回ぐらいやっとでも歌えないから嫌だっつってたよね嫌だっていうか歌えないのみたいな歌詞当てそうそう歌えると思いきゃ歌えないみたいなメロディーの方がいいよだから嫌だメロディーの方がいい中国語読むのもいいんでしょ中国語で読んでたやつあーあれか歌詞ね中国語で歌ってたもんねなんだっけなんかいや中国語はめっちゃおもろかったよね難しいんだよなんだっけなんかめっちゃおもろかったよねあれジョーみたいなそうそうなんかやったよねクジョージョーだクジョージョーみたいなやつ いいじゃんなんかちゃんとねいろいろやんなきゃねショートもやってるしねショートは意外と、うん、まあよしあし、よく暴れることはないまあまあそうだね、やってて悪いことはないな結構でもやっぱ新規これは登録繋がって繋がってない別として、うん、まあ繋がってんのもあるんだけど、うんうん、この日のグラフとかそんな、あ、新規に行ってると新しい視聴者下だからあ、すごいじゃんだからやっぱショートは新しいで、結局ここでクリックしてなくても、うん、普通の動画行ってる人も結構いるっぽくてまあやった方がいいのはまあそうかあるんだやっぱりだからまあ、あそんなに労力がないからはいはいはい、はい、悪くはない気はすごいするねうん本来多少伸びてるからね、うん、ショートがないのかはいいよねだからなるほど全然いい、まあ、伸びないやつは伸びないけどはいはいはいこれ運だよねでもやっぱ運だね運だろうな運だよ、まあ、運以外の勝ち方ももちろんあるとは思うんだけどね狙えばね、うん結局止まってみても切り抜きなんてとにかく運だよね、うん、ああそうだねだからこれはもうちょっとやっていくしかないねまず引きがあるかないかでしょうんうん
だからメインもやりたいね、だから。やってもいいんじゃない？メインはやるべきだなとずっと。楽しいですよ、俺が今気抜いてるけど。うん、まあ。見ないからさ、俺別に、自分の動画。うん。上がったらもう見ないんだけど、作ったらもう見ないじゃん。作ったらもう見ない。職人だから、ね、職人すぎる。職人ならもっとその、だからテロップニーズもある。自分の作ったの見直さないから。もう完成で書き出しでも、もう完了なんじゃん。完了。それ以降見ねえから。うん。まあ、ドラゴンボール髪の毛だけでやってるやつ、1.2 万回ってて、ショート、うん。これ結構回ってる方。うんうん、10人ぐらいの登録増えてるから、すごいじゃん。1本あたりでしょ。いや今そうだって1本10ってないじゃん、もう普通の動画で1本10はもうないじゃん、ね、今現代値ぐらいよ。新しい人現代値すごいね。新しい人に届いてるすごいね。新しい人届かなかったもんね、ほんと。いやもう今届かないね、ほんとに。わ、これ新しい視聴者の上、うわすごいよ。すごいじゃん。でしょ、うん、これいいよね。ちゃんと刺さるところに刺さるんだね。だから初めて視聴した人が、うん、今の 1.2 万再生9000人。あ、ええー、すごいね。リピーター2300人。だからショート見に行かねえから、スタッフリピーターの人ってわざわざ別に、ね、ショート見てる人に流れやすいだけやと思うから、じゃあ大事だね。いいじゃん、新しい人に届く。まあ、やってることは変わんないじゃん、別に俺らが。そしたらそのショートのコメントに一応動画のリンク貼った方がいいよ、前から。あ、俺貼ってるやつは貼ってるけど、そうそう、忘れ、こうやってさ、先に貼れないんだっけ。コメントは先には貼れない。貼れない。公開しない。ああ。だから公開した後。かわいい眉毛ですよ、なんか今日。わかる。急に。急に眉毛。急に。なんか悩んで、あ、もうちょっと上げてもらっていいですか。あ、いいですよ、ちょっと待って待って。差し込みえぐ。急に。かわいい眉毛です、ね。かわいい眉毛、ね、もうちょっと上げてください。あ、それ、なんか人気出るかも。かわいいもんだって。それ押してくる。皮眉で押してくの。可愛い。なんか嫌なこと言っちゃったなとか思ったら、それやれば、ああ、可愛い、可愛いわってなるから。許せちゃう。いいやん。急にショートの話から急に外見褒め出した。おじさんがおじさんの眉毛。何だ。えぐ角度。何だ。ああ、いいですね。眉毛褒め出した。人気出そう。ショートの始まりもそういうふうに押すからね。押した瞬間やっぱ最初が大事だ。最初大事だ。うーんの顔から入って本編に行くっていう。ショートむずいんだよ。ショートで伸びるってむずいよね。まあいや、もうだそれ専用でみんな撮ってんもんね。まあ本当そうだ。でもそうじゃなくて10人増えてたら最高だね。すごいすごい。定着しないよね、ショート伸びちゃうと。いやそう、だからショート用にしすぎちゃうと、もうそれにファンがついちゃうとね。だメインで長尺見てくんじゃん。長尺に持ってけるようなことしなきゃあんなもんね。だからバラエティーじゃない、やっぱ一緒だと思う。漫画ちゃんと同じように今の方がいいんじゃない、やり方。まあ切り抜け効果が多少あるんだろうね。切り抜けでいいんじゃない、うちの場合。その長尺がうちのコンテンツやメインね。そうだね。でいいんじゃない。ゼロだと寂しいけど、ね、出てはいるからさ、うん、メインだと。メインだって今登録はあんま増えてないでしょ。増えてない。しかも今救済期間だから、うん、なんならやっぱ今までで一番悪いは悪いから、うん、多少増えるんじゃない。しかもバラエティって押したら見ないけど、うん、押してまで見ないって人がはい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 、見る可能性あるよね。はいはいはい、そうだね。うん、動くかー。あれ大事だね。大変じゃないんだけど、ショート動くかー。始めちゃえば大変じゃない。いや、それをさ、なんかその、うん、システム作るっていうかな、その体系作るのがさ。ああ、でもそのために音は入れてるもん俺。あー、そのため。カンとか最初音入れたり、はい、あの、はい、ないテロップ入れたりはしてるから、はいはい、たまにね。ちょいだからそれを今、だから編集はやってないからさ、それをどうやったらチーム的に運営できるかなの動くかーでやってもいいかも。そうそう、いや結構だから、その お声をいただくのよ、その手伝わせてくださいって、そのショートでっていう。だそれを考えなきゃなと思ってて、結局考えきれてなかったから。漫画ちゃんも佐藤さんがやっちゃってるけど一瞬でできんじゃない。でもまあまあ、あちょっとかかるか。だからまあその辺の兼ね合いだよね。覚えてないからさ、やっぱ見てないからさ、自分のことか。もう書き出しって終わりだ。職人なのよ。書き出し OK。 何があったかなとか覚えてない。覚えてないよ。できないよ、ね、だからそれ完全にね、お願いしてやってくれるんだったらもうそれは早いけど、もうそういう人がいればね。まあね、まあね、チームでいてるならね、ちょっと考えましょうか、うん、それね。はい、いいじゃん、ショート。まあ、オレンジエンジマットでね、ちょっと一回やります、ガチで。一回やってみようよ。やってみて、超好評になるかもしれないしね。うん、でも、あそこのチャンネルはもう常に、
変わってはいますからね、うん、意外と。そうね。最初のね。最初ってクイズ一切やってなかったもんね。ね、ナルトチャンネルなんだ。総書記ね。漫画ちゃん総書記。で、まとめ増えて、そうね、まとめあって。30代トップになって、うん、クイズや。去年クイズだもんね。クイズの年だったね。そうね。で、今年はだから A メロの年でいこう。いやいやいや、あんま聞かないでしょ。あんまり YouTube で A メロだけ曲に使う系ってやっぱ怖いな。怖いというか、あんまりなかなか収益入んないんだね。まあ、そういう意味だとね。うん、歌えないですよね。まあ、A メロは平気あるよ、うん、歌ってないから、あれ。ごちゃごちゃしてるだけだから、ね。大変だ、ね。ちょっと頑張りましょう。まあ YouTube ね、ちょっと大変ですけど。うん、やっていきましょう。はい、うん、オレンジレンジまとめお楽しみに。お願いお願いします。チャンネル登録。